さあナイジェル・マンセルがピットインです。ナイジェル・マンセルが森と湖の楽園 P さんです。ゴンちゃんです。シェフです。イエーイ。はい、今日は、みんなでキャンプしに行きます。クーネルタスっていうところの新しいキャンプ場にみんなで行きたいと思います。ニューキャンプ場いいよ。グランドオープンまだなんですけど、みんなで遊びに行っちゃおうという企画を今からやっていきたいと思います。オープンしたらみんなも来てね。今日なんですけど、みんな自分の車とバイクはもちろん持ってきてる。もちろんブイブイ言わしてきましたよ。今日も今日のために洗車してきた。アメリカンと B とね洗車してきたよ。今日洗車してきた。うわーめちゃくちゃ気合入ってますね。棒読みだけどね。めっちゃ棒読みだよ。びっくりした今の棒読みか。気合入ってますね。今日はまあ見えてると思うんですけど、これで行ってもらいます。あれでしょ。そうラビータです。ラビータ。そう。いいね。まあ、ラビータ知らないと思うんですけど、これうちの社長が道楽で借りてきました。突然こんなのが来たらビビるよ、そりゃ、社員は。あと社長ね、すごいバナナマンの設楽に似てます。あれその情報。ちょっと僕もあんまり詳しくなくて、説明がちょっとできないんだけど。できますよ。低価格出力が、2000ワットで、最大出力が4000ワット出るモーターを搭載して、最大3人乗りで乗ります。で、小回り半径がむちゃくちゃ狭くて、大体もう、道幅3メーターぐらいでぐっと回れるぐらいの小回りと、それから電動のそのモーターっていうの。まあ、もともと電気。何はともあれ行くぞ。ウィンウィン。おおすげえ滑らか。あでもね俺ちょっとできるだけアクセルを踏まずにこの下り坂を下りたい。充電をできるだけ残しておきたい。犬にめっちゃ吠えられた。止まります。やばいちょっと流れる。じゃあ流れるやばい。死んじゃう俺出ます。俺出ます。死んじゃうさ。いるね。やばい一気に入ってる67。あちょっとパワーが出てる。ちょっとこの薬でやばい一気に入った。ちょっとこの薬で加速つけて一気に行く。困ったわけよね。いや皆さんこんにちは。退屈なコンセプトの道に僕たちがエンタメをお届けしますよ。いける全速力でいけば多分いける。38キロ伸びろ。10年伸びろ。今度は大丈夫よ。今度は取れてる。クーポン番号562番を1つと2つでお願いします。あとは、単品でチーズバーガーを1つ。あとはスパチキを1つ。これどういう状況なの？お前意味わからん。アトラクションになってよ急に。いやほんまにあれですよね。アトラクションで。ちょっと混んでて降りる前ぐらいでスパチキください。単品で以上でお願いします。こんにちはお願いします。ちょっと待っておもろすぎる。やばいこの後降りてこん中入れないんだ。いやちょっと無理よ。ここに刺すつもりよ。こんにちは。すいません、バカみたいな2人です。すいません。あれラビータっていうやつで、自動車免許で乗れるやつなんですよ。そうなんですよ。あ、大丈夫です、大丈夫です。エンタメが動いてますよ。エンタメが走ってます。走るエンタメと呼んでくれ。ここはですね、四つ葉のクローバー、みんな見つけたらラッキーですからね。何の話してるのあなた。もうちょっとや、頑張れ頑張れ、あと少し、ここが最終コーナーや。頑張れ俺。いや俺違う、俺違う、危ないだろ俺。ここが千間神社ですね。はいね、はい、川口北口の浅間浅間神社ですね。はい、浅間の浅間神社。浅間の浅間神社のです。はい、浅間神社です。浅間神社。もう黙ってください本当に。やったー、来たー。すごい。来たよ。この犬か、この犬じゃだっけ。着きましたよ。到着。イエーイ。到着しました。ここで一旦充電をしてる間に、買い出しに行ってきます。よし、今日のキャンプのね。そう。充電が終わったらいよいよこの後山を登って、天空のキャンプ場に行きたいと思います。待ってた。着きました。言うたけどまだ着いてないっていう。ここからあと10分ぐらいかな。まあまあですね。来てるこの場所の充電を借りてる場所はですね、浅間稲荷というのを売ってますので、ぜひ皆さん食べてくださいね。美味しいよ。いや食べたことないってさっき言ってたよ。一緒に食べよう。お前もやろ。いや本当美味しいです。本当に美味しいのでぜひぜひ買ってみてくださいね。はい。じゃあ行きますか。買い出しか。買い出し？じゃあジャンプで。よし買い出し行きましょう。うわめっちゃなんかそれっぽいことする。ジャンプするよ。せーの。